俳優の大泉洋がミュージカル映画、Sing for Me, Lyle、3月24日公開の吹き替え版で主人公ワニのライル役を担当することが発表された。かねてから歌唱力には定評がある大泉だが、本格的なミュージカルはこれが初挑戦となった。オリジナル版では世界的シンガーソングライターのショーン・メンデスが務めているライル役の吹き替え版キャストとしてオファーを受けた大泉は、なんで僕?と思ったそう。私でも知っていた、あの若くて、めちゃくちゃ歌のうまい、そしてすごいイケメンの彼。その全てが逆に面白くなってしまって、つい受けてしまいましたと打ち明ける。大泉は、昨年夏から歌のレッスンに集中的に取り組み、英語詞のオリジナル曲をマスターしてボイステストを見事クリア。審査したアメリカのクリエイティブスーパーバイザーは、スイートでエモーショナルで、純粋でぬくかったと絶賛したそうだ。2022年の夏から秋にかけてとても充実した期間を過ごさせていただきました。ショーンと向き合い続けた日々でしたと、ボイステスト当時の様子や、大河ドラマ、鎌倉殿の13人、NHK の源頼朝に扮した姿で練習したエピソードなど、大泉ならではのユーモアたっぷりに語り尽くした特別インタビューも公開されている。初めてこの仕事のオファーを受けた時は、なぜ僕?と思いました。セリフはない。歌うだけのワニのライルの日本語吹き替えだと。しかも、本国アメリカでは、ショーン・メンデスがライルの歌声を担当している。私でも知っていた、あの若くて、めちゃくちゃ歌のうまい、そしてすごいイケメンの彼。さらに、なんで僕に?と思ったのですが、その全てが逆に面白くなってしまって、つい受けてしまいました。そんな軽い気持ちで受けてしまったのですが、とんでもなく、努力が必要な仕事で大変でした。ライル役をやるにあたってまず、オファーされたにもかかわらず、本国アメリカのテストをパスしないといけないことから始まり、それに向けて歌のレッスン、そしてパスした後の本番の歌入れのとんでもない難しさ。ただうまく歌えば良いわけではないその難しさに、参りました。あれは、歌ではなく、紛れもなく、芝居でございました。ショーンと向き合い続けた日々でした。ありがとうショーン。いつか君と会って、俺たちやったぜとハグしたいです。かっこ笑い。